エコーは1963年デンマークのブレスブローニカールトゥースビーが設立したデンマークの靴の製造・販売会社。もともとは靴の製造会社だったが今では革製品や革のアクセサリーも展開している。エコーは世界で唯一牛の比較から消費者へ届ける靴まで生産工程のすべてを一元化して経営する大手靴会社。 靴製造に関わるすべての工程を自社で所有している。タナリーでの原料調達からデザイン、生産、そして流通まで、すべて自社グループ内で行っている。それにより、徹底した品質管理だけでなく、グローバルカンパニーとして、第三者に頼ることなく、世界中のマーケットで活躍することが可能である。1982年、 デンマークに初めてショップをオープンし、今では世界にエコーブランドの販売店舗を3800店以上構え、世界的に認知されたブランドにまで拡大し、メンズ、レディース、キッズといった広範囲にわたる靴を販売している。2004年に亡くなったカールトゥースビーの娘、ヘニトゥースビー・コスパーザックがチェアマンとして経営に携わっている。 青山青天エコーは1963年、デンマーク南部にあるブレスブローという小さな町でカール・トゥースビーによって創立された。トゥースビー、トゥースビーは、靴は足のことを理解すべきである。その逆はないという理念のもとにこの会社を設立した。彼の発想は、革新的な技術、スカンジナビアのデザイン、伝統技術、そして人間の足は、 どのように働くのかといった理解が組み合わさった靴を作ることだった。ザ・クラシックス、フリータイムに続いて、ザ・ジョーク・シュー、ジョーク・シューズを発売した1978年、エコーは大躍進をし、エコーの快適なフットウェアが国際的に広く認知された。そしてこれらのシューズによりエコーは世界で初めてロゴを入れた靴底を生産する会社となった。それ以来、 このグループから800万足以上の靴が販売されている。1980年代にわたってエコーは事業を海外にまで広げた。1982年までに売り上げは年間100万足に達しており、製品オペレーション部門をポルトガルに設立。多くのオーダーに対応するため、日本とキプロスでライセンス生産を行う。1990年代にはキッズ、 ゴルフそしてパフォーマンス用シューズを発表し、エコーコレクションの好調な変革を見せた。1996年、デンマークに自社リサーチデザインセンター、フツラを建設し、インドネシアに自社ビムハウスを数年後、タイに自社側なめし工場をオープンした。1998年、初のフラッグシップショップがロンドンのオックスフォードストリートにオープン。 2000年までにエコーはデザインとレザー製造からブランド販売まで価値連鎖のあらゆる段階を持った。2004年にカール・トゥースビー、カール・トゥースビーが亡くなった時、彼の娘であるヘニ・トゥースビー・コスパー・ザックがエコーのオーナーに、そしてチェアウマン・オブ・ザ・マネージングボードに就任した。彼女の経営のもとでエコーは国際的に事業を拡大し続け、2005年から2008年の 間、中国のアモイに最先端技術を持つ、レザー側なメッシ工場と加工場をオープンした。2009年、エコーのスポーツシューズが認知され始めた。ナチュラルモーション、ナチュラルモーションという理念のもとに、バイム、バイオムと呼ばれる、コンセプトの新しいランニングシューズを発売した。マスターズゴルフトーナメントが開催された2010年、エコーは、ゴルフシューズの、エコーゴルフストリート、 エコーゴルフストリートが世界中のメディアに注目されたフレッドカップルズのスポンサーになり、その結果、エコーゴルフシューズの新ラインは高い人気を得た。2010年、エコーは初のパフォーマンス用靴の専門店を中国の上海にオープンした。エコーはオランダ、タイ、インドネシア、そして中国に川なめし工場を所有している。エコーの川なめし工場は ファッションやスポーツ、自動車産業で使用されている上質の比較の大手製造業者の一つである。エコーは、ナメし処理過程による自然破壊を削減するためにリサーチプログラムに参加している。エコーの靴の約8割は、スロバキア、タイ、インドネシア、そして中国の自社加工場で生産されており、残りの2割は、インドネシア、中国、インドなど、多数の国々で、 ライセンス生産されている。エコーは快適さとスタイルを組み合わせたブランドイメージを与えている。エコーではダイレクトインジェクション製法を採用している。ダイレクトインジェクションとは足の形状をしたラストを使いアッパーとソールを圧着させる方法である。これにより軽量で柔軟性に優れているだけでなく足の形をそのままミッドソールで再現することができ。 エコーのコンフォート性能を支えるベースとなっている。エコーの靴は90カ国以上の国々で販売されており、アジアや東欧と中央のマーケット、さらにはカナダやアメリカにまで事業を拡大している。商品は900以上ものエコーブランドショップ、独立小売業者、そしてオンラインで販売されている。ありがとうございます。